2004年、三重県四日市市にあるショッピングセンターにおいて窃盗未遂事件が発生しました。この出来事が発端となって最悪の結果が引き起こされ、絶対に忘れてはならないと不快感を覚えさせられることとなった事件について追っていきます。事件は2004年2月17日、三重県四日市市にあるジャスコ四日市扉ショッピングセンターの ATM コーナーで、若い女性が高齢男性の胸ぐらをつかみ泥棒と叫んだことで明らかとなります。女性と揉み合っていたのは事件当時68歳の男性 A さんで、2人は黒い財布を取り合っていました。騒ぎを聞きつけてやってきた買い物客や店員は、女性の泥棒という言葉から A さんが窃盗犯だと思い込み、事情を聞かずに A さんを取り押さえます。その後警察が現場に到着し、 A さんの身柄が引き渡されました。ただ引き渡された A さんは抵抗していなかったにもかかわらず、後ろ手に手錠をかけられ、警官に20分間にわたってうつ伏せで抑え込まれてしまいます。誤解だ、違うと訴え続けた A さんの言葉は聞き入れられず、ここから事態は最悪の結末を迎えることとなったのです。一体 A さんと女性の間に何が起きていて、最後にどのような結末をたどることとなってしまったのでしょうか。 A さんは妻や子供、孫と暮らしており、誠実で真面目、温厚な性格の男性でありました。事件のあった2004年2月17日は、孫が飼っていたハムスターの餌とトイレの砂などを買いに現場となったショッピングセンターを訪れていたそうです。そして用事を済ませて手持ちがなくなった A さんは、店舗内にある ATM コーナーへと向かいました。このあと現在でも深い極まりないと語り継がれる事態が A さんの身に降りかかってしまうのです。発端はこの ATM コーナーから泥棒との叫び声が聞こえたことでありました。ちょうど ATM コーナー近くの出入り口から入店した女性 C さんは、幼児を前に抱いた若い女性 B が泥棒と叫んで A さんにつかみかかる瞬間を目撃し、 C さんは B が A さんに物を取られたのだと思い込みました。そして C さんは B の家政に入り、2人がかりで A さんを店内のガラス窓に押し付けて拘束しようとします。そして少し離れた化粧品売り場近くにいた買い物客の男性 B さんも B の泥棒という声を聞きつけて駆けつけました。そして A さんと B が一つの財布を引っ張り合っている様子を目にします。泥棒という B の声を聞いていたことから、 B さんも A さんが B の財布を盗んだものと思い込み、事情を確かめることなく拘束されていた A さんに近づいて手首をつかみ上げるなどしました。さらに店外にいた買い物客の男性 E さんもガラス越しにこの騒動を目撃し、 A さんが窃盗をしたと判断しました。E さんは店内に駆け込み、誰にも状況を確認することなく A さんの顎をつかみ上げて、何してんじゃオラと恫喝したのです。 D さんと E さんの男性2人で A さんを押し倒すと、さらに E さんは A さんの首付近を足で踏みつけて動けないようにしていました。この時点で誰も A さんにも B にも状況を一切確認していません。さらに化粧品売り場近くにいた F さん、店内の薬局に勤務していた G さんも駆けつけ A さんを押さえ込みます。この時 A さんは、話してくれ、誤解だ、警察を呼んでくれと必死に訴えていたそうです。すでに周囲には20人から30人の人だかりができており、ジャスコの店員も騒動を受けて保安室に窃盗事件発生の連絡を入れていました。偶然にもこの時保安室には万引き犯の対応に訪れていた三重県警四日市南署の巡査部長 Y と巡査 X がいたといいます。2人は連絡を受けて現場へ向かい、買い物客らが A さんを押さえ込んでいる様子を確認します。そしてなんと巡査部長 Y と巡査 X までもが A さんや関係者から一切話も聞かずに A さんを窃盗犯として買い物客から身柄引き渡しを受けたのです。警官の2人はうつ伏せの A さんの肩を押さえつけて拘束、 A さんの両腕を後ろに回すと手錠をかけました。この時 A さんに警察手帳を提示したのかは不明です。A さんの動きを封じた巡査部長 Y と巡査 X は A さんの衣服のポケットなどを探り、凶器を持っていないか確認。当然買い物に来ていただけの A さんが凶器など持っているはずもなく、何も出てきませんでした。そして手錠をかけられ無抵抗で暴れる様子もない A さんを硬い地面にうつ伏せのまま押さえつけ続けたのです。 A さんはずっと揉み合いの最中で落とした財布から飛び出して破損してしまったキャッシュカードをギュッと握っていました。その後巡査部長 Y は巡査 X に A さんの拘束を任せ、周囲の人に聞き込みを開始します。
最初に B に加勢した C さんは、自分が店に入ろうとしたところで若い女性の泥棒という声を聞いた。見ると子供を連れた女性が男性ともみ合っており、男性が女性の財布か何かを盗んだんだと分かって取り押さえようとしたと証言をしました。そしてもみ合っているうちに A さんが落として C さんの近くまで転がってきた財布を巡査部長 Y に手渡し、男性はこの財布を女性から盗んだんだと思うと説明したようです。この時巡査部長 Y はすぐに財布の中身を確認しています。そしてこの財布の中には A さん名義のキャッシュカードや運転免許証が入っていました。この時点で A さんの財布と分かりそうなものですが、巡査部長 Y は財布の持ち主が A さんとは気づかなかったとのことです。巡査部長 Y は事件の概要把握が最優先事項と考え、巡査 X に A さんの拘束を続けさせたまま聞き込みを続行しました。しかし次に被害者と思われる B から話を聞こうとしましたが、なんと現場にはもう B の姿はありませんでした。周囲の人に聞くも誰も B の行方は分からなかったのです。そのため巡査部長 Y は他の人に話を聞くことにして B の行方は追いませんでした。しかし現場からは A さんを取り押さえていた買い物客の男性 D さんと E さんもいなくなっていたそうです。そして13時35分ごろ、要請していた応援の警察官が現場に到着します。 A さんが巡査 X に拘束されてからこの時20分が経っていました。巡査 X は応援の警察官に A さんを任せようと A さんの上半身をつかみ上げたところ、 A さんは嘔吐して意識を失っており、ぐったりと倒れ込んでしまいました。その様子を見て慌てて巡査 X は手錠を外して救急車を要請。しかし救急隊員が駆けつけた時にはすでに A さんが心肺停止状態となっており、翌18日未明に残念ながら死亡が確認されたのです。 A さんの体には至るところに打撲痕があり、眼瞼結膜や頭蓋底中頭蓋下に鬱血痕、大脳白質内に出血も確認されました。解剖を担当した医師によれば、打撲痕は圧迫により生じたもので、胸腹部が強く圧迫されたために頭部や顔面が鬱血した可能性が高いとのこと。肩や頭、首などの打撲は現場に駆けつけ A さんを制圧していた複数人の買い物客らによって負わされたものと考えられます。そして胸腹部の圧迫は巡査 X による制圧が原因である可能性が高いと考えられています。 A さんはうつ伏せの状態で肩甲骨に巡査 X の右膝が当てられ、全体重を込めて硬い床に押し付けられていたからです。ちなみに A さんは68歳で身長162センチ、体重67キロの体型で、年齢相応の高血圧はありましたが、事件前までは全くの健康体で体の不調はなかったとのことです。一方 A さんを20分間にわたって制圧した巡査 X は29歳で身長181センチ、体重94キロと A さんよりもかなり大柄な体型でありました。体格差が明らかな巡査 X による制圧で A さんの胸腹部は強く圧迫されていたのです。これが原因で不整脈を起こし、心不全となって呼吸停止に陥り、脳に回復不可能なダメージを負ったと考えられるのです。死因は内因性のストレスによる高血圧性心不全でありました。 A さんが亡くなってしまい、 B は行方知れずという状況下であったため、三重県警は事件の当事者本人に事情聴取が行えないままでありました。なお買い物客の身元は全員特定されており、警察によれば全員が B との接点はなかったとのことです。そんな中 A さんは窃盗未遂事件の被疑者のまま書類上処理されていったのです。そして事件後確認された防犯カメラ映像から、事件直前の A さんと B とのやり取りが明らかとなりました。防犯カメラ映像は ATM コーナー近くのものということもあり、警察とともに銀行員も一緒に確認したそうです。そこには警察にとってもみ消したかったであろう事実がはっきりと映っていました。先に映像に映っていたのは子供を前に抱き、3メートルから4メートル離れた場所から ATM コーナーの様子を伺っていた女性 B の姿でありました。そしてその5分後、両手いっぱいに買い物袋を下げた A さんが ATM コーナーにやってきます。そして A さんがお金を下ろした直後、 B が A さんの肩にわざとらしくぶつかり、 A さんの体を触るような行動をとったのです。この時おそらく B は A さんの財布を取ろうとしたのではないかと見られています。そして A さんは財布を取られまいと必死に抵抗し、2人はもみ合いとなり、その後 B が A さんの胸ぐらをつかんで泥棒と叫んだことが後の悲劇の始まりとなってしまいました。
つまり窃盗しようとしていたのは B であり、 A さんは自分の財布を守ろうとしていただけであったのです。この女性 B は年齢25歳から30歳くらいで、身長160センチほど、茶髪で肩くらいの長さの髪型で、2歳から3歳くらいの子供を抱いており、上下黒っぽい服装で肩にショルダーバッグをかけていました。当然ながら現場から B を取り逃して確保できなかったことは警察の大きなミスです。 A さんを容疑者と勘違いしたとしても、事情聴取のために B を現場に留めておく必要があったはずだからです。 B が現場から姿を消しているという明らかに不自然な状況を放置したことが、事件未解決の致命的な要因になったことは明らかであったのです。この事実を受けて三重県警は、現場から立ち去った女性 B を虚偽申告罪の容疑者として捜査対象とします。しかし B の画像を公開してほしいと訴える A さんの家族に対して、三重県警はあくまで女性 B は窃盗未遂事件の被害者や参考人という見解を示し、公開手配はできないという態度を取り続けていました。かといって事件に関わった人から B の特徴を聞き、似顔絵やモンタージュ写真を作成するということもありませんでした。つまり積極的な捜査は行っていなかったものと見られています。そして2005年2月17日、事件から1年が経ったのを機に、三重県警は現場から立ち去った B の防犯カメラ映像を公開するに至りました。捜査が難航し、有力情報もないということで公開に踏み切ったとのことです。この時三重県警からは、男性が女性から何かを取ろうとした可能性は極めて低いという報道発表がされました。しかし誤認逮捕であった A さんは無実だったという表現はされていません。公開された画像は B を正面と横から捉えた2枚でありましたが、特に正面の画像は不鮮明な防犯カメラ映像を引き伸ばした粗くのっぺりとしたもので、見た人にインパクトを残すものでありました。このある意味印象に残りすぎる画像がかえって B に結びつかなくさせているのではないかと疑問視する声もあります。実際時間が経ってからの公開ということもあり、犯人の特定には結びついていません。2005年2月27日には、証拠品として警察に保管されていた A さんの遺品が家族に返還されました。そこには3つに折れ曲がったキャッシュカードと、片方のレンズが外れて壊れているメガネなどがありました。どちらも制圧を受けた際に破損したものであったのです。そして三重県警は、捜査から1年経ったこのタイミングで本事件の常駐捜査担当者をゼロにしました。つまり積極的な捜査をやめたということになります。捜査の進展が一向にないままの2007年、 A さんの家族は動きました。買い物客らによる私人逮捕は逮捕の要件を満たしておらず違法であったことに加え、警察の度を超えた対応により A さんが死亡したとして、三重県を相手取り約5700万円の損害賠償を請求する民事訴訟を起こしたのです。これに対し三重県警は、対応は適切だったとして争う姿勢を見せました。そして2010年11月18日、津地方裁判所は、制圧行為は必要かつ相当な限度を超え違法としつつも、制圧行為と死亡の因果関係は否定し、訴えを一部認める形で三重県に880万円の支払いを命じる判決を出しました。 A さんの亡くなった原因は外因性のストレスによるものと診断されていました。しかし裁判所は、 A さんが B に泥棒呼ばわりされたり、他の買い物客に制圧を受けたことによるストレスと、警官の制圧によるストレスのどちらの行為で死亡したかわからないとして、 A さんの死との因果関係を認めなかったのです。死因がストレスということにフォーカスを絞り、論点をずらすような判決内容が述べられていました。そして A さんの制圧に加勢した買い物客らの行為についてですが、恫喝と首の踏みつけという最も暴力的な方法で正義感を示した E さんの行為についても、準現行犯逮捕にあたり合法と判断されました。つまり善意で B に加勢し A さんを制圧した市民についてはお咎めがなかったということになります。しかしこの判決に納得のいかない家族は控訴しました。そして控訴の判決が出る前の2011年2月18日、三重県警が誤認逮捕を認めないまま窃盗事件の控訴時効を迎えたため、 A さんは被疑者死亡のまま窃盗未遂容疑で書類送検されました。つまりこの時まで A さんは公的な書類上で窃盗未遂の被疑者として扱われ続けていたということになります。この書類送検を受けて捜査の管轄は検察に切り替わり、検察の調べですぐに A さんと B が奪い合っていた黒い財布は A さんのものと判明しています。なお証拠品であった財布の指紋を警察が調べていたのかは不明です。
ただ A さんがキャッシュカードを握っていたなどの状況証拠から、検察は被害者が A さんであると断定しました。2人が奪い合っていた黒い財布が A さんのものであり、 A さんは窃盗をしようとしていなかったと断定するまでに実に7年を費やしたということになります。その後地検は A さんを不起訴処分としました。そして同時に B についても窃盗未遂事件の公訴時効を迎えたこととなり、 B が逮捕されることはなくなったのです。2011年5月11日、津地方検察庁は A さんの無実を認め、法務省規定に基づく被害者保障として12,500円の支払いを通知しました。これは容疑者として体を拘束された人が犯罪と無関係と認められた場合に支払われる保証金で、 A さんに支払われたのは1日あたりの最高額でありました。そして控訴した民事訴訟については2011年9月9日、高裁は一審判決を翻して三重県に約3644万円の賠償を命じる判決を下し、三重県警が上告を断念したことで判決が確定しました。三重県警は判決後に、このような事案が生じないようにするとともに、県民の安全安心の確保に向けて全力を尽くすとしながらも、法的な制約で上告の理由が見当たらないため上告しなかった。制圧行為は必要で正当なものだったとコメントを残しています。そしてこの事件の裁判を通して A さんを拘束していた巡査 X は、拘束中も A さんの呼吸を確認していて、無理のある体重のかけ方はしていなかった旨を述べて反論していました。さらには上体を起こすまでは男性は元気だった、起こしてみたら土砂物が床にあり本人もぐったりしていたと述べ、あくまで自分の行為を正当化していたといいます。巡査 X 曰く、上体を起こした時点では A さんに意識はなかったものの、呼吸と脈は確認できたとのこと。さらに三重県警は、巡査 X は2000年4月に警察官になったばかりで、今回が四日市南署に配属されて初めての窃盗事件のため不慣れであったと擁護しています。警察組織が守る対象者は被害者の A さんではなく身内の巡査 X であるということが露呈した裁判でもありました。しかし裁判の中では巡査 X の証言に整合性の取れない点も出ていました。巡査 X は肩甲骨あたりに右膝を乗せ、体重をかけて逃げないようにしていたと供述しています。しかし現場にいた薬局店員の G さんは、大柄な警察官が男性の背中に馬乗りになっていたと証言しているのです。またずっと A さんが元気であったのにもかかわらず上体を起こしたら嘔吐して意識不明になっていたという点も話の筋が通っていません。拘束中に男性が大声を上げていたから元気だと判断したと巡査は話していましたが、周囲にいた人は大声というか、うーとか、あーといった大きなうめき声だったと証言をしています。これらの点について追及されると、巡査 X は犯人が逃げないように対応するのにいっぱいいっぱいで覚えていないと、自らの供述を濁す発言をしたのでした。ちなみに民事裁判を終えた後も巡査部長 Y と巡査 X に警察内で何らかの処分があったという話はありません。三重県警は事件後 A さんへの対応について問題はなかったと公式に見解を述べています。しかし後に A さんの家族には、問題ないと言っているのは民間人に引き渡されて逮捕したという行為についてと話したようです。A さんの家族が世間では全ての行為について問題なかったと解釈されていますよと問うと、そうでしょうねと簡単に答えられたとのことでした。また家族から警察の行為に問題があったこと、あるいは反省点を公表してもらえないかと警察にお願いしたこともあったそうです。しかし警察からは、それをすることは絶対にありません、警察が事件で反省点をいちいち公表したことなんか今まで見たことありますか、ないでしょうという答えが返ってきたといいます。事件を通しての警察の対応は、少なくとも A さんの遺族の心を救うものではありませんでした。事件後 A さんを知る人たちからは、あんな真面目な人が犯罪なんて何かの間違いに決まっていると擁護の声ばかりが上がっていたようです。しかし一方で、実は A さんの遺族は誤認逮捕が認められるまで世間からバッシングを受ける事態となっていたのです。また取材に訪れる多くの非礼なマスコミの態度にも、残された家族は不快な思いを多くしてきています。きっかけを作った B は裁かれず、なぜ落ち度の全くない A さんと家族が辛い目に遭わなければならなかったのかと憤りを感じてしまいます。 B が仕掛けた窃盗未遂が引き金となって一人の男性の命と名誉が奪われたこの事件、あなたはもしこの事件の現場に居合わせたら、どんな対応をとっていたと考えたでしょうか。
A さんは自分の無実を訴え続けていたにもかかわらず、そして誰も犯行を目撃していなかったにもかかわらず、事情を話し誤解を解く猶予も与えられぬまま亡くなってしまいました。A さんはあらぬ疑いをかけられている現状にただただ恐怖し、そして意識が遠のく中で無念の思いを抱いていたのではないかと思うと胸が痛みます。傲慢な正義感と冷静さを欠いた対応が取り返しのつかない事態を招くことを忘れないため、絶対に忘れてはならない悲しい事件の一つとなっています。あらぬ疑いをかけられ命を落とすこととなってしまった A さんのご冥福をお祈りいたします。